はどこだろう。顔出てる、なおちゃん。あ、出てきた。なおちゃん。なおちゃん見せとこう。美味しそうなラーメン屋さんが入りましたが、肉だね。ね、麺し、麺しろ。麺しろ。味噌ラーメン専門店、麺しろさんです。麺しろさんだそうです。はい、なおちゃん何食べたかな。信州味噌のネギ肉ラーメンかな。ね、早く食べさせて。そう、食べていいよ。はい、いただきます。お腹空いてるもんね。そうだって、春さんはね、朝からねコンビニでね、カレーパン食べてたのよ。そう、カレーパン。おいしそう。辛味噌野菜ラーメンを頼みました。おいしいですか。おお、濃厚。辛味噌野菜ラーメン、ちょっと、あ、移していきます。なおみちゃんのやつは、あ、また扉扉扉扉なおみちゃんのやつはもうちょっとぐちゃぐちゃになっちゃったけど、はるさんのやつはこっちです。いただきます。うん、おいしい。自由に切ってね。都合が悪くなっちゃう。都合悪くないけど、別にこれ無視して食べるけど。美味しいよね。そう、美味しそう。すごい美味しそう。美味しい。すごいわ、これ。どれだけ食べるの？変な客来たことない。あ、肉ヒーターの時。うん。理想通りなんですか？辛い？うん、ピリッと辛い。ピリッと辛いけど、うんうん、これも結構ピリッと辛いラーメン探すぐらい野菜が入ってる。うん、うんうんうん、探し続けて何が確かに相模がね、ま、相模はね、7月14日オープンでした。いや、もしかしたら一緒に朝食べるまさかの。うまい、うまい。ラーメン屋とかね、トヨタとかさ、ラーメン屋さんが美味しいとこ多いんだろうね。うちまで来るとチャーシュー切ってあげたらめっちゃ美味しいんだけどね。うん、柔らかくて、だからそのチャーシューあのたくさん入ってるやつ、うん、食べる理由だったのよ。うん、美味しい。めっちゃ柔らかいね。え、2、3回食べれたのよ。うん、ね、うん、うまいし、めっちゃうまいですよ。